MG 小太郎とエール正野、笑う門にはグリーンズ、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もちょうどね、今6月5日といえば、そうなんですよ、まね、はい、講演会がこの後、そうなんですよ、この今日の、13時から1時からですね、午後開始します。その、はいはい、報告会やってほしい。報告会もう気になる。終わった後直後の、はいはい、一人語りなんか、あ、それはいいかも。その時しか、その時の熱量でしかないから、確かにその時しか撮れないですもんね。そうしてさ、もう10回ぐらいやるとまさかもう公演10回ぐらいになっちゃうから早いな僕、天狗になっちゃう。ウィンウィンシー音声撮っといて、10回で天狗になっちゃうの僕、天狗の才能ありすぎじゃないですか、それちょっとそんな天狗、そう、まあ、まあでもそうです、慣れどうしても慣れてはしまいますもんね。やっぱり1回目の時しか出せないね。え、僕のお弟子さんの誠さんなんかさ、はい、本の書き方、森沢京さんにさアドバイス受けてもらって天狗になってましたす、ご指導ありがとうございますってさ、はい、天狗になってましたって書いててさ、はいはい、森沢さんから後でメール来て、はい、誠さん天狗になってたって言うけど、はい、本何冊目なのってまだ一冊も出してません天狗に一冊も出してないうちに天狗になってたんだ。そうですね、新たな天狗になる才能がね、天狗になり方がね、あるんだなっていうすごいですね、こっちはさすがですね、やっぱりなれるんだみたいなね。いやー、でもそうですね、確かに慣れはしちゃうんでしょうね、1回目と2回目と回数はね、やっぱりあると、うん、でもそうですね、確かにそれちょっとやります。じゃあ撮った終わった直後の、ね、インタビュー、その取って出しみたいな、そのままの形で、はい、ね、入ってもう終わるのか今終わりかねない感じでしたけど今はいの返事がもう終わりの時のはいでした今完全にじゃあ MG 小太郎とって言いそうな雰囲気でした今すごく短いな今日はみたいな。あのね、はい、あの今回、はい、はい、ちょっと僕プライベートツアーでね、ああの翡翠塾来てくれたのりさんごさんという方が、クーネル遊ぶっていう、うんうん、徳島にね、はい、ものすごい、なんていうのかな、大ボケ、うん、大ボケ峠っていうのかな、うん、大ボケ峡っていうところで、はい、すごいその山の渓谷の中のね、うん、もう本当に眺めが何時間でも見てられるっていう、うん、山にね霧がかかるんだけど、はいはい、それが霧が刻一刻と変わっていくのね。で本当に素敵な場所にね、うん、はい、2泊泊まって、その後岡山にね、その、うん、まあもう料理の世界では有名な、うん、船越康弘先生がやってらっしゃる、うん、百姓屋敷わら、まあ今わらクラブっていうのをね、うん、あの船越さんちょっとあのハイグレードなやつを新たに作ったところをね、うん、僕ら泊まってきて4泊5日のね旅をして、最高です、ね、帰ってきて、まあもう、まあ、数日経つんですが、うんうん、そのね、うん、感動が冷めやらぬ感じなんですよね、まだ余韻があるんですね、うん、あの改めてね、うん、その時間空間仲間っていう3つの間が揃った時に、うんうん、奇跡が起きるっていうのは、うん、あの時間もね、仲間も、うんうん、空間もね、全部間って間っていうのが入るんだけど、うんうん、確かにこの3つの間をつなぐっていうのが祭りなのね。なるほどね、まうんうん、この3つの間を、時間空間仲間っていうこの3つの間をつないでいくことがね、うん、本当にその命の祭りなんだけ ど、 なるほど、うん、最高の場所で、うん、最高に美味しいものを食べて、うん、笑い合って、こう、お腹の底から笑い合って、うんうんうん、過ごす時間はね本当、うん、幸せだったね。あ、めっちゃ伝わってきますね、うん、その幸せ感めちゃくちゃ溢れてますね。で、うん、俺今すごくおすすめしたいことがあって、うんうん、その今その、うん、いい場所で、うん、いい場所にはいい人がいるのね、根付くのね、うん、いい場所にはいい人が根付いて、そのコミュニティを、うん、が今すごい一斉にでき始めてるのね。確かに俺の周りでもその、うん、洞爺湖に、うん、仕事が全部なくなっちゃったんで、うん、洞爺湖に移住したね、うん、マンモス小一くんご夫婦が、う
今ね、洞爺湖、目の前が洞爺湖っていう環境にね、12人もう移住してってるの。やっぱすごいですね。まだ1年ぐらいですもんね。そう、うん、で、ちょっとまだ言えないこともあるんだけど、ものすごい急展開の奇跡、ミラクルが続出していて、なんか色ちょっとね、まあ、僕の口からまだ言えないんだけど、はい、そのすごい面白い場がね、洞爺湖近辺に洞爺湖にできるんでね、でしかもね、そのコミュニティの素晴らしいところはね、そのカップル誕生率が高い。おお、そうなんですね。こうちゃんのところ。すげえ。一緒に生きるパートナーも見つかると出会ってるんですね、そこで。最高のものを、最高の食材を、あそこはその無農薬でね、丁寧に野菜を育ててる佐々木ファームさんっていうのがあって、あとさらにマンモスこうちゃんたち自らもう畑をやり始めてるのね。そうなんだ。独自に、本当に自分たちで作った美味しい野菜、そして佐々木ファームさんのね、無農薬で育てた美味しい野菜、あの大地のね恵みを、最高の環境で最高の仲間と食べて、食べる、最高ですね、しかもその、地方って、あの田舎はね、今家が余っちゃってたりするんだよ ね、 ね、高齢化社会だから3人に1人が60代をね、もう超えて、おじいちゃんおばあちゃんたちがもうその住まなくなった家とかね、もう家は買う時代じゃなくてもらう時代に、高齢化社会って結構ね、おじいちゃんおばあちゃんたちがね、もう家を譲ってくれるっていうね、ケースも結構出てきてるんで、あ、そうなんだ。で、家賃も2万から4万円ぐらいで、すごい広いところに田舎って住めるわけ、もう2万付きでね、そう、でそこで仲間たちが移り住んで、なんかそのちゃんとそこで根付けるような経済活動がね、できるような体制ができてくると、本当にその時間空間仲間っていう3つの間をつなぐんで、本当に深い幸せを感じられるような、あのひな型がね、こうちゃんのところでできてるし、あとそのパズルの法則を一緒に書いた吉武大輔さんも、あの田原山っていうね、山口 の、 あの西の横綱って言われる温泉地でね、拠点が、あの大ちゃん今作り始めていて、でそこももう天才大ちゃんがやるんでね、すごいいい形で拠点になっていくだろうし、で僕の友達のやっちゃいまんっていうね、ハッピー週間をやってるやっちゃいまんが、沖縄にね、奥さん料理人なんでね、めちゃめちゃ美味しい料理人の奥さんっていう方でね、やっぱりコミュニティの中心には美味しい食があるんだね、まさに名古屋さんぴったりなんだけど、確かに。やっちゃいまんが沖縄で移住して、コミュニティができ始めてるね、すごいですよね。そうそうそう、ご飯を食べに来る仲間が増えてるってね、言ってましたもんね。そう、だから、北海道、沖縄、山口と僕の仲間がコミュニティを作り始めてるから、なんかそこを巡ることを、あとね、その徳島とのりさんとのところとね、のりさんのところも素晴らしくて、で、あとわらさんも本当に素晴らしくて、もう、わらさんのね、うどんとか全部、あの薪で、自分たちで薪で割るの、あ、そうなんだ。それで作った、それで火をつけるのね、薪割りもね、すっごい楽しいの。楽しそうですね。薪割りってね、力を入れたら割れないの。あ、そうなんですね、はい、力でいくとね、弾き飛ばされるのね、面白いです。本当に力を抜いて吸って、落とすような感じでね、斧をね、吸って落とすような感じで、パーンって割れるのね。あ、そうなんだ。で、それがね、なんか、コツをつかむのに無心でやっていくとね、結構楽しいのね。で、その薪でね、炊いた、土鍋で炊いたご飯とか、めちゃめちゃうまいのね。やばい、食べたくなりますね。あ、最高ですね。だからその、その行く前に、その善通寺かな、その空海のお膝元の生まれ故郷のね、お寺も行ってきたんだけど、
空海が作ったそのグランドデザインした88箇所巡りっていうのが、うん、もう僕は素晴らしいと思っていて、うんうん、88箇所をね巡って人が巡る、うん、人が巡っていく装置を作ったんだよね、うん、デザインで、で人が移動したら、うん、そこにエネルギーが起きるし、うん、ドラマも生まれるから、うん、しかも空海ってもう1200年以上前の人なんだけど、うん、1200年以上前の人がグランドデザインしたものに、うん、現代人が1200年の時空を超えていまだに88箇所巡りする人すごく多いわけ、うん、いやそうですね、うん、確かにずっとね続いてるわけですよね、それが。そう、うん、でその清官先生が、うんまあ、体調崩されて晩年で入院された時に、うん、もう愛知の病院にお見舞いに行ったことがあるんだけど、うん、その時病室でね清官先生が教えてくれたことがあって、うん、翡翠さん坂本龍馬のね人生はその33年という短い生涯の中にもかか、うん、生涯にもかかわらず、うん、ものすごくドラマティックで面白い人生だった秘密わかりますかって聞かれてね、うん、その龍馬の人生が短い人生ながらもしドラマティックだったのは移動距離が長かったんです、うん、で移動距離と人生の面白さは比例するんですよって、うん、清官先生が、うん、まあ清官先生が俺に個人的に教えてくれたことがそれその後清官先生亡くなられちゃったんで、まあ、俺の個人的にいただいたラストメッセージがそのメッセージだね。でその清官先生にすごい影響を受けたんだけど、まあ、最後に、ねうん、個人的に言ってくれた話がその話で、うん、龍馬の人生が何で面白かったかっていうと、うん、移動距離とね人生は比例して龍馬はあの当時地球1周以上2周 分ぐらいかな、うんまあ、少なくとも1周以上は歩いてるんだよね、うん、移動してるんだよね、うん、船とかね、うん、あの歩きも含めて当時その基本はその歩きと船なんだね。そうですよね、うんうん、なるほど。原付とかまだないから、ねまあ、原付あったら便利でしょうね、まあ、ちょっと道が舗装されてないからちょっと逆に電動自転車とかないから、ね、電動自転車も道が舗装されてない多分パンクとかしちゃうからちょっとねちょっとやりですけどあったらすごい発明だけどねそれね。だからその、はい、なんか、うんまあ、今ねコロナでなかなか移動がすごく、はい、そうですね制限されちゃう、うん、やっぱりその、うん、移動する俺の人生のサインで、うんまあ、それが清官先生が僕の個人にしてくれたラストメッセージだったし、うん、あとそのアラスカに旅した時ね、うん、オーロラ見に行ったつ、うん、マナユイのタマちゃんのねツアーでオーロラ見に行くっていうツアー参加して、うんうん、帰ってきたらすぐ北海道マジカルツアーだったんだよね、うんうんで鳴海修平さんっていう方が、うんプロデュースしてくれてたんだけど鳴海さんって気候の先生で、うん、で北海道のアイヌの地を、うん、遺跡をね、うん、連れてってくれたんだけど、うん、あ翡翠さんもうちょっとそこにいてもらえますかって言われて、うん、翡翠さんがアラスカに行って持ってきたアラスカのエネルギーが、うん、アラスカの、ね、エネルギーを背負ってきて、うん、でそのエネルギーが北海道のアイヌの土地のエネルギーと今交流してるんで、うん、もうちょっとそこにいてください。すげえ。その土地ってやっぱりエネルギーで新陳代謝するんだけど、うん、自分は土地って動けないから、うん、人間が来てくれることでエネルギー交換をするらしいんだよね、うんうん、だからミツバチ人間がミツバチ人間がミツバチでね、うん、花の、花粉を移動させるように、うん、土地のエネルギーを新陳代謝させるっていうのは人間がやってるところあるみたいで、うん、なるほど。だからその人が移動することで、うん、エネルギーと土地が、うん、土地のエネルギーが高まるんだよね、うんうん、でその蔡先生っていう占いの先生からね、うん、教えてもらったのは、うん、運のエネルギーっていうのは、うん、大枠大地から来るんだよね、うん、あなるほど。で大地のエネルギーを足から受け止める、うんうんうん、でそのこれは言霊の山下先生から教わったことなんだけど、うん、力っていうのは、うん、力来るから力なんだよね。あそっかそっか、うん、だからお土産っていうのは土の産物のことを土の産物って書くの。土産、ね、うん、
確かに。お土産って、だから本当のお土産って、土のエネルギーのことなのね。うん、なるほどね。で、一宮っていうのは、うん、その土地のエネルギーが一番色濃く残ってるのが神社の各県の一宮なのね。うんうん、でやっぱり、その土地が活性化すると人が活性化して、人が活性化すると土地が活性化するっていう、うん、人と土地っていうのは持ちつ持たれつでエネルギーを回し合ってるんだよね。うんうん、でそれはやっぱり人が移動することで、うん、土地がどんどん新陳代謝が行われてくるので、うん、やっぱり人が移動する仕掛けを作った空海は、うんうん、しかもその、ね、空海が1200年前にデザインしたので、いまだに人がぐる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 88箇所巡ってるからね、うん、確かに。でその超常現象のね、あのケルマニックさんから教わったことをね、うん、そのこう言うと、その伊勢神宮の聖域のエネルギーを全国に拡散しているのが鈴鹿サーキットだっていうわけ、うん、で車で行くと分かるんだけど、うん、伊勢神宮と鈴鹿サーキットって車で行くと30分ぐらい近いのね。あ、そうなんですね、うん、で、はい、その、うん、F1 が超高ハイスピードで、うんうん、何百キロだね、200キロ300キロでぐる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 回ることで、うん、伊勢神宮の聖域を全国にその回転のエネルギーで拡散させてるんだ、うん、そういうグランドデザインで鈴鹿サーキットって伊勢神宮のお膝元に、うん、置かれてるみたいなのね。あ、そっか、三重ですもんね。確かにというと風水師の設計っていうかね。そっか、だからその人が移動していく仕掛けを1200年前に作ってた空海っていうのは、うん、なかなかさすがだなと思うわけね。なるほどね、そういうの分かって、ね、うんうんうん、で俺は俺の仲間たちが、素敵な仲間たちが、うん、それぞれその素敵な場所に根を張り始めて、うん、未来のひな形を作り始めてくれてるわけね、うんうん、あの沖縄でふとやっちゃう、うん、山口の田原山で、うん、あので田原山って西の横綱って言われるぐらいすごい還元力のある、うん、あの蘇生するね、体にいい温泉水が出る場所で、うん、大ちゃんってその、うん、やっぱりすごい温泉好きで全国回ってたけど、うんうん、本当にこの温泉はって思えるような温泉と出会って、それが自分のね、うん、あの生まれ故郷の山口にあったっていう、まあ多分これも左流なんだよね、全部ね。面白いですね。あの大ちゃんその、うん、昔から温泉巡りが趣味だったのは、うんうん、偶然趣味だったわけじゃなくて、うん、未来とつながってる趣味だったんだよね、うんうん、だその、うん、それでね、うん、コミュニティを作るときにすごくその温泉好きだったっていうのが今役立ってる、ね、うん、でその温泉地を今プロデュース、うん、最高の温泉地をプロデュースさせて、全国回った頃こそプロデュースできるわけですもんね、逆に。で俺は逆にそのコミュニティを作るというよりも、うん、コミュニティをで遊んで仲間たちを、うん、そのそれぞれね、うん、その春夏秋冬で、うん、おすすめのコミュニティをみんな3日でもね、うん、2泊3日でもいいから最低ね、本当は1週間とかね遊びに行けてる人は時間があれ、あればあるほどいいけど、うん、ひとまず春夏秋冬春夏秋冬で1、うん、2泊3日ぐらいずつは、うん、夏はね洞爺湖行ってねとか、うん、そうですね、そういうそのコミュニティをね、循環する、うん、でいいな、そういい場所にはいい仲間がいるから、そこでいい仲間ができて、うん、あ、こういうライフスタイルっていうのはありだなっていう、うんうん、そういうそのなんていうのかな、うん、幸せになっちゃう環境っていうか、うんうん、確かにコミュニティってやっぱり幸せになっちゃう環境なんだよね、うんうん、で、その、で、そのコミュニティってやっぱり人間関係って必ず問題が起きてくるから、うん、そこでやっぱりその、うん、カムツドイをいかに大事なのかっていうのを今本に書いてて、うん、そのコミュニティ時代になった時のカムツドイと、うん、あと人を許すことの大切さっていうことでマナユイとね、うん、あとはやっぱりその、うん、笑いなんだよね、うんうん、そうですね、まあユーモアっていうかね、うんうん、やっぱはそのね、俺はそのあとポイントになるのは、コミュニティで人間関係で大事になるのは、うん、一番ダメな人をめでる文化っていうのが、うん、
一番ダメな人に優しいっていうのが、そのコミュニティのなんかすごく器になると思うんだよね。確かに優しい。洞爺湖のね、その、あのマンモスコウちゃんっていうところでね、そのいろいろその引きこもっちゃった男の子がいるんだよね。ああ、そうなんですね。で、その引きこもっちゃった男の子がいて、で、そので俺はこうちゃんがまだ洞爺湖移住する前に、神戸もなんあのちょくちょく行ってたから、そこでねなんか居候しててすごく喋らないんだけど、なんか内に秘めたね、なんかすごく情熱を感じる、まあ青年がいたのね。でもまあちょっといろんなことがあって引きこもっちゃってね、ちょっと借金も背負っちゃって、でそのこうちゃんがすごいなと思ったのはやっぱりその当時引きこもっちゃってた時に、いろんな仲間が心配して電話するんだけど彼は出ないから、だんだん出なく、だんだん友達も電話しなくなるんだよね、出ないから。でもね諦めずにね、こうちゃんはずっと電話かけてた。で最終的にねこうちゃんのところで居候する形になって、でこうちゃん今度神戸から洞爺湖に移ったんで、彼も洞爺湖で暮らすことになったんだよね。で佐々木ファームさんでね、農業しながら働いてたんだけど、そのこうちゃんのねコミュニティに参加してるね、移住してきた女の子と恋に落ちるの。めっちゃいいっすね。引きこもってた男性がね、頑張ろうと、引きこもってた男性がね、まあ佐々木ファームさんで農業してたらね、恋に落ちてね、彼女がまたすっごい彼を応援してくれる人でね、彼が自分の足で借金返して立ち上がるって立ち上がったわけ。素晴らしいっすね。すげえ。で彼はもともと引きこもる前はそのシルバー職人をやってたのね。シルバー作り。でこうちゃんの友達でたまたまその別にね、そのこうちゃんがやってたプロデュースしてた海外のレースに参加した方で、あの安倍の生命のなんかその秘技とか呪文みたいのがある日突然ダウンロードして呪文が使えるっていう人がいる。すげえ。でその呪文を使うと手から湯気とか出てくるぐらい本当にすごいらしいね。本当にすごいですね。こうちゃんもびっくりしてる能力者なんだらしいんだけど、でその人が作る呪文を五芒星の5つ五芒星のペンダントに彼 の、呪文を入れてペンダントを作って、売り出した。なるほど、そっか、職人ですもんね、シルバー職人だから作れるわけだ。でそのちょっとねこうちゃんからその販売サイト の、アドレスを俺聞いとくから、この YouTube で、ね、リンクを、つけときますよ、でなんていうのかな、こうちゃんは別にその、彼はね本当にそのなかなか引きこもっちゃってる時から本当に長い目で見てずっと寄り添っててね、でまあね彼がその僕彼の神戸の事務所、マンモス君の神戸の事務所に行くといたから、時々見てたんだけど、なんかなんていうのかな、その何をすればいいかわからないっていうところから、結婚してあなたをね、すごい自分を応援してくれる彼女が現れて、自分の足で立ち上がるって決意して、そしてそのみんなの応援を得て、安倍の生命さんのね、その物を使える人と出会って、ペンダントを作り始めたっていうね。すごいですね。まあ、1日2個ぐらいしかね、その磨く作業だけで、もう、丸1日かかるらしくて1日2個しか作れないらしいんだけど、まあその磨く作業だけで丸1日かかるんで、実際もっとかかるんだけど、本当にその思いを込めてね、まあそのなんていうのかな、そのマンモスコーチを見てて、こういうふうにね引きこもっちゃった子とかにもみんなで応援する文化があるコミュニティって強いなと思ってね。いや本当そうですね。うん、いやなんか信号
見てるような、うん、神話とかの世界観のようなことが、うん、この古事記で描かれていそうな、うん、世界観のようなことが本当に起きてるんですね、うん、本当に変わっていくんだよね、うんうん、確かそんな風な場にいたら、ね、100% 信頼してもらえて、うん、どんな状態でも見守ってくれる人がいたら、うん、一人いたらすごいですよね、それはもう。だからなんか、うん、一番なんかえ、うん、って思う人が実は、うん、みんなで応援すると福の神になるっていう。そっかそっか、可能性だらけですね、そんなと。そうそうそう、うん、で鬼の霊を例えちゃうとちょっと申し訳ないんだけど、まあ、別の話として聞いてほしいんだけど、はいはい、鬼は外っていうのは、はい、あの鬼のお面を作る人っていうのは、はい、必ずもう一つおたふくのお面と鬼のお面は二つでセットなんだって、はいはい、で豆を鬼は外ってやるでしょ、うん、そうすると鬼は出ていくんだけど、うん、出てった鬼ってまたフラフラ戻ってきちゃうんだって、うんうんで戻ってきた鬼を今度はおたふくのお面で迎えるんだって。なるほど。そうすると、うん、あのして鬼の悩みを聞いてあげるんだって。うん、あそうなの、あそんな悲しいことがあったの、そうだったのっていうんで、そうすると鬼が癒されて踊って帰っていくんだって。うん、で踊るときに、うん、その家にものすごい服を置いていくんだって。なるほど。いやそっか、まさに。そう寄り添って、うん、だからなんか本当にこの世の仕組みっていうか、ねうん、運はどこにあるかって言ったら、うん、その組織の一番えって思う人が、うん、実は握っててその子を応援することで、うん、実はものすごいチームがまとまるし、うん、愛が出てくるし、うん、最後は福の神になっちゃう、うん、いやそうそっか俺はそう思ってるんだけど、うん、万本光一くんは、うん、そんなこと何にも考えずに、うん、普通にできちゃってんだよね。あ、そうです。素で。それがすごいですね、また、うん、知識とか関係なく本当に純粋な気持ちでその人と接してて、まあ、あみんなに対してだからよくしとかなきゃとかなじゃなくて、うん、そうですよね。もう本当一人の人としてちゃんと、ねうん、信頼して見守って寄り添ってっていうのがだから俺がなんかいろいろ回ってね、うん、その、まだ大ちゃんのね、俵山遺跡は、あ、俵山遺跡になっちゃうね。温泉地。俵山遺跡っていうのはまた別にあるんだけど。あるんですね。その、俵山温泉はまだ行ったことないんで行きたいなと思うんだけど、うんうん、なんか実際巡ってね、本当にこう、これは心から行ってほしいっていうところを、うん、どんどん結んでストーリーを作ってね、うん、あ巡っていく物語。うん作って、うん、あのなんか、うん、日本のと日本列島のねエネルギー循環をね、うん、上げていくのやりたいなと思ったね。めっちゃいいですね。旅で、うん。翡翠さんってやっぱり広げる力がめちゃくちゃ、まあ、広告とかってすごいじゃないですか。もうみんなに知ってもらえるその伝え方はもちろんですけど、でしかも翡翠さんと行くツアーってやっぱりみんな行きたいし。今回ね、あのうちらもグリーンズで通ったからね。そうなんですよ。もう満席になりましたね、おかげさまで。満席になっちゃったのね。なっちゃもう非公開の段階で満席になっちゃってですね。なんかちょっと人気出てきたのかな。いや、下積み時代がありましたね。けども非公開の時点で、まあ、公開する前にソールドアウトって、ねはい、そうなんですよ。事前に、そう、初めて、事前に興味ある方、まあ、去年できなかったっていうのもありますけど、その事前に興味ある方っていう、ご案内しますねっていうのを言って、まあ、主催のゆうちゃんが言ってくださってて、で今回じゃまずはじゃ優先的にその事前にあのお知らせ連絡もらった方にっていう風にやったら、もうその時点で満席で今キャンセル待ち、その中でキャンセル待ちになってるんですよ。今回体の専門家のね東堂博先生やその、はいうん、あのミトコンドリアさんも来てくれるから、うん、そうですね、すごいなんか面白いと思います、ね、グリーンズゲストでどんどん出てもらいたいよね。そうですね、もう楽しいと思います、めちゃくちゃ、うん、で今ちょっとキャンセル待ち受付中になっちゃってはいるんですけども、まあ、まあピクニック自体はねまたいろいろやりますし、うん、なんかコミュニティそのいい場所に根付いたいい人たちの、ねうん、コミュニティにどんどん巡っていきたいよね。いや楽しいですね、それめちゃくちゃいい。バラさんも最高だったよ。あそうなんですか、バラさん最高だった、本当に最高だっていうのはみんな最高だって言ってるので、でも
い、最高、まあまあ、わらさんはねみんな最高って言ってるし本当に最高なんだけど、はい、あとねのりさんごさんのね、はい、クーネル遊ぶもまた最高なの、料理もね奥さんの料理がまた美味しいし環境がまた最高だし、ご主人がもう宇宙人、覚醒体験を持つ宇宙人なのね。この間ちょっとねじゃクラブハウスの中でお話を聞いただけでもすごかったですね。なんかすごいよ、うん、意識が変わるというか常識が変わりますね。なんかその、うん、見方がアップデートされる感じが。森さんごさんは覚醒体験、うん、呼吸法である時、うん、一瞬で宇宙の端まで、はいはい、体験しちゃったらしいの。そうなんですか。あとはそのいろいろ質問された時に、はい、その宇宙を全部体験したところのどこの次元なおことを言ってるのかなってフォーカスすると、はいはい、それに対する答えが出てくるっていう、もう一度全部宇宙を体験してるから、という人でね。で俺一つその疑問があったのね、はいはいはい、でのりさんごさん聞いてみたんだけど、はい、その神社でね普通は神社参拝っていうのは、うん、何々県の何々から来た何々と申します、うん、あれなんか聞きますね。富士素性を述べるっていうのは、はい、もうご挨拶として、うん、神社ではまず富士素性を述べましょうって俺いろんな先生から教わったわけ、うん、確かに聞きますね。でも、うん、新しい説を唱える先生と最近出会って。あ、そうですね、うん、はい、で宇治素性とか述べちゃうと、はい、宇治素性述べないと、はい、分かってもらえない神様とつながっちゃうよって。へえ、なるほど。神様も多次元だから、はい、その宇治素性述べると宇治素性述べないとあなたのこと分からない多次元存在の中の、はい、まあそんなに高くない方の神様がお出迎えしてね、はい、それよりもう、はい、直にてっぺんの神とつながればいいじゃんって教えて。いいじゃん、言い方はそういう感じだったのかないいじゃんっていう感じだった。言い方は違う感じだったの。本当なんですね。あ、直でてっぺんの神とつながればいいじゃん。いいじゃん、ちょっとかっこいいですね。なんかこう、なんかちょっと俳優の雰囲気とかあるだから直の、ね、てっぺんの神とつながればいいじゃん、はい、だん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 なんかあれですかね、これは質疑モードが入ってきてますから僕正解わかんないと思うんですけどでも言い方そんな感じで、なんかちょっと俳優かの方なのかな、もしかしたらそういう雰囲気もありますよ。そうです、方直にてっぺんの神とつながればいいじゃん。歌うんですか、棒読みかと思いきや最後ちゃんとお抑揚があった。そこに誰なんですか最後。オペラ風なるほどなるほどね、確かにオペラ風で、なるほど、言いたいことは分かりました。オペラでも響いてますから今、ね、なるほど、そうなんです。直でつながっちゃうんです、ね。直にてっぺんの髪とつながればいいじゃん。いや、オペラ風かな、それも。それもオペラ風でいいですか？オペラ風ね。オペラ風気に入りましたね、どうやら。なるほど。ビブラートで聞かせてね、ちょっと。なるほど。で、それは、その先生すごい。で、普通に話してる、ね。はい、この先生すごい人気の先生で、はい、この先生の神社ツアー行くと、はい、みんなが分かるぐらいすごいいい香りがしてくる、ね、そうなんですか、でそれはもうほぼしょっちゅうそうなっちゃうらしい、はいはい、そうなんですか、めちゃめちゃ愛されてるわけ神様。あ、なるほどなるほど。で俺はその先生も本当だろうし、で、うん、俺のスタンスは常にどっちが正しいだろうっていうふうに見ないわけね、うん、どっちも正しい、うんうん、もうそう感じてるわけ、うん、うちもこの俺今までで習ってる先生も絶対正しいだろうし、うんうん、この先生の言ってることも正しいなって感じたわけ、うん、聞いてて、うんうん、結果も出てるし香りが出てくるとかね、うんうん、神様にすごい愛されてる感あるし、うんうん、どっちが言ってることも本当だろうなって感じること多いよね、うん、あるの感じたわけ、うんうん、なるほど。で俺が知りたいのは、うん、その例えばそのお茶の筒って円と円柱は上から見たらまん丸だけど横から見たら長方形じゃない。そうですね、うん、だからまん丸と長方形って形違うけど、うん、円柱っていう風に見れば統合されてどっちも嘘じゃないんだよね、うん、そうですね、うん、そういう風にものを見たくて、うん、どっちが間違ってるとかじゃなくて、うん、そのどっちも統合できるものの見方を研究してるから、うんうん、基本どっちも正しいっていうスタンスなんだよね、うんうん、なるほど。でサンゴさんに、うん、これ僕どっ
どっちも正しいと思うんだけど、サンゴさんこれどう見ればいいんですかって聞いたの、はいはい、そしたら、うん、あ、翡翠さんの言うよりどっちも正しいんですよって言ってて、うんうん、でその会社の人間関係だって思えば分かりやすいらしくて、うんはいはい、確かに、うん、職の神様とつながる人っているの、はいはいはい、あ、社長と直につながってる人っているじゃん、あ、そうっすね、あの釣りバカ日誌の、はいはいはい急に例えが釣りバカ日誌の会長と直でつながってる人そうですね一見するとね、本当に関わりなさそうに見えてもね、うんうん、確かに直にその会長とすごい仲良くなっちゃうって普通の会社でもあるじゃない、まあそうです、なんかきっかけでね、うんうん、きっかけ次第でさ、趣味が一緒だったとか、なんか気に入られたとかさ、ありますね。それもその神社の世界でもあるっていうわけ。職の神様ともうすぐに、はい、気に入られちゃう。でもそのことによって、でも、うん、その宇治数字を述べないでいきなり直の神様と上の多次元の上の方の神様とつながっちゃうと、うんうん、現場レベルで働いてる神様って、ね、会社でいうと部長クラス課長クラスとか、はいはい、部長的に回した時って意外と会長から気に入られてても、はいはい、あの動きに制限があることってあるじゃない、そうですね、直属だったりするとね、やっぱり、うん、会長から気に入られてても部長から気に入られてないと、うんうん、動きが取れないっていうこともあるし、でも会長から気に入られたら、うん、そのスムーズに動けることもあるじゃない、確かに、それも全部ケースバイケースで、確かに、その、うんうん、だからその、うん、そういう意味ではどっちもある、だから俺のその聞いた先生は、あ、まあ、ある意味上の神様から愛されやすい性格っていうかね、うん、エネルギーなんだろうね、うん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 、だから直でつながればいいんじゃん、ね、とその通りなんだ、確かに、だから俺が採用してるのは宇治数字を述べるけど、うん、てっぺんの神様もちゃんと意識しておくっていう、ね、うんうん、なるほど、まあ、そうですね、両方いい顔する、両方いい顔する言い方ね、八方美人みたいな言い方になっちゃうけどでも全然つながっていいわけだね、会社じゃないけど会社でも同じだし、別に両方に気に入られてもいいわけじゃない、全然いいです、むしろハッピーですよね、ちゃんと筋を通して宇治筋を通して、うん、ちゃんと下の神様にも気に入られてもいいし、うん、全然いい、そのまま上の神様にも気に入られたら、うん、両方から気に入られたら一番いいじゃん、うん、一番いいですね、やりやすい、楽しくなっちゃう、そうしたらもそれ面白いですね、分かりやすいですね、まあちょっと のりさんの話すると時間足りなくなっちゃうんだけど、そう、いろいろ疑問をね、のりさんに聞くとね、なるほどねっていう、面白い、うん、翡翠塾6期もまたすごいメンバーですね、そう考えて、あのやっちゃいマンもね、うん、その6期で6期で、うん、のりさんに質問していて、あ、で自分はやっぱりその今がすごいハッピーだから、はいはい、このハッピーがなんかまたなくなっちゃうんじゃないかって、うんうんうん、怖い、うん、思いがある、うん、でもそれをよくよく追ってったら、うん、どん底に落ちれば落ちるほどその後すごい生まれ変わって、うんうん、変わってきてる体験が過去にあるから、振り返った時に、うんうん、やっぱりその自分でどん底を設定してるっていうことに気づいたわけね、うんうん、すごい気づきでした、どん底を来て生まれ変わるっていうパターンが自分の中にある、うん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 、下がって上がるっていうのを、うん、でもそれは、うん、あのどうしてもそのパターンからなかなか抜けれない、うんうん、それで生まれ変わるんだけどやっぱり辛いのって嫌じゃない、まあそうですね、苦しいのって嫌じゃない、しんどいですよね、うんうん、で過去を振り返るといつも、うん、どん底に落ちて生まれ変わる、どん底に落ちて生まれ変わるっていうのをやってて、うん、その度に生まれ変わってね、素敵な出会いがあったりご縁があったりして、うん、ハッピーなんだけど、うん、今すごいハッピーだから、またどん底が来て、うんうん、その後生まれ変わるんだけど、うん、やっぱりどん底来るの嫌だし、それへの恐怖感がある、うんうん、でそれに関してどういうふうに認識を変えればいいのかっていうのね、うんうん、あの翡翠塾のクラブハウスでやってた時に、うん、のりさんがまたすごい素晴らしいことを言ってくれて、うんうん、これね、ふとちゃんか、あのやっちゃいまんからね、うんうん、直接メールが来てたんですが、あ、そうなんですね、彼がね書いてくれたのは、うん、ちょっと今調べてると、はいはい、あのすごかったですね、まあ、でもどん底に落ちてハッピーになるんじゃなくて、もともとハッピーになる力があるわけだから、うん、ハッピーからハッピーを超えたハッピーになればいいじゃん、うん、いいじゃん確かにって思いましたね、うん、
ハッピーからハッピーを超えたハッピーになっちゃえばいいじゃん。オペラですね、これ。オペラですね。オペラ、最後よく、最後がガンっていくんですね。抑揚をつける感じでね。確かに響きますね、やっぱりオペラも。確かにでもそうですね。あれは衝撃でしたね。考えたこともなかったみたいで、太っちゃう。ああ、やったね。そっかそっか。うんうん、その落ちる必要なくて、うんうん、ハッピーからさらなる想像を超えたハッピーへ行けばいい。ねね、そういうのから鱗ればいい、ね。成長するのにどん底はいらない。うんうん、確かに、ね。ノーモア。ノーモアどん底。ノーモア映画泥棒みたいになったんですけど、なんかすごく映画館で出てくるやつ。まあでもそうですね。本当に僕もその聞いてて、あ、すげえ、確かにと思いましたね。なんか、うんうん、多分いろんな人に当てはまるパターンだと思いましたね、それは。うんね、なんか頑張れば認められるとかっていう、ね、人とかもあると思うし、うんね、そういう人にとってもきっと当てはまるんじゃないかなと思いましたね。そうだね、本当に無理ですね、うんうん、あの言ってくれたことで今回ツアー旅の途中でね言ってくれた中で嬉しかったのはね、うん、はい、翡翠さんは、うん、ルフィだと思うって言ってくれてね。お、主人公、海賊王になるやつだ。すごい強い才能能力は持ってないんだけど、うん、本当にみんなを生かし、うん、みんなを仲間にする力を持っているっていう、ね、うんうん、でワンピースの中でそれが最高の才能なんだっていうシーンが、うんうん、そうですね、うん、それがもう資質というか引きつける力っていうのがね、人を、うん、そのワンピースの中でね、うん、このルフィの能力ね、能力や技じゃない、うん、その場にいる者たちを次々に自分の味方に味方につける、うん、そう、この海においてあの男は最も恐るべき力を持っている、そうですね、はい、味方につける力っていうのは最も、それがね、はい、ルフィのこのシーンを読んだ時に、はい、翡翠さんだと思いましたって言ってくれたのがね、嬉しかったですね。それめちゃくちゃいいシーンですからね。それ海軍とルフィが戦うシーンですからね。それはもう。そこ俺まだ見てない。でしょうね。だと思いましたよ。だと思いましたけど。借りてるんだけど、まだ見てない。そこでめちゃくちゃいいシーンですからね。まさ君から借りたのまだ返してそうです。僕、結果的にその分買ってますから、自分で。本当悪かったね。全然、いや、全然でしょ。全然それは大丈夫なんですけど、本当にそこはね、もう、ルフィの、ある意味、その、第1章前半部分のクライマックスとも呼べるような章なので、そこはもう読む読む、いやでも本当そうなんですよね。やっぱりそれって快進撃をね、ルフィがずっとやってきててね、やっぱりそこ引きつけられるんですよね。みんなが必要な人が集まるんですよね。だからその力だね、うん、まあ、もし仮にちょっとでもそういう力があるんだとしたら、うん、恩返しをね、もう本当に仲間たちのやってる、うん、あのコミュニティにね、うん、知ってもらってね、そこを遊びに行こうっていうね、いいですね。人が動けばね、その、うん、あのご縁からお金の縁も生まれてくるしね、うんうん、幸せも生まれてくるし、うんうん、いや楽しみですね、これは、ね、楽しみですね。なんかグリーンズピクニックもね、なんかその流れで一つになれたら嬉しいですね。そう、この一つでね、洞爺湖、うん、あの、こうちゃんたちのね、ね、その、いる場所に。で、あのね、こうちゃんたちって、はい、みんな洞爺湖の近くに住んでるから、はいはい、もう田舎だから、はい、住所が全部一緒なんだって、住人、はい、近いから全部住所一緒なんだ。いいですね。本当に。全員同じ住所。なるほど。住んでる場所違うんだよ。はいはい。ちょっと近所。ここ違うんだけど、うん、エリアとしては一緒なんですよ。エリアとしてはね、同じ住所。建物が違うぐらいの行きのりなんですね。面白いですね。どっちも広いですしね、今は。最高ですね。一番最高ですね。そうですね。コミュニティで、ね、心を共にできる仲間としてすごく生きるって。楽しみですね、なんかそういうツアーも。そうですね、はい、というわけで、はい、というわけで、はい、洞爺湖、はい、ね、もうソールドアウトですが、行きましょう、行きましょう、楽しみましょう、楽しみです、はい、はい、というわけで、MG 小太郎とエール・マサノ、笑う門にはグリーンズ、ありがとうございました。めっちゃええやん、めっちゃええやん。